Welcome to SkyJapa TV! Welcome to Skyrunner Japan シリーズ第72回富士登山競争。さあ、いよいよですよ。いよいよ始まりますね。楽しみですね。はい、日本一の山、富士山、駆け登る富士登山競争、はい、歴史がある登山競争ですけども、はい、はい、今日は残念ながらですね、ちょっと悪天候ということで、はい、5合目打ち切りということで山頂まで行かずということなんですけど、はい、まあこれもね、あの安全のためですからね、はい、まあ賢明な判断です。あ、選手たちがですね、揃ってます。あの、関澤雄二選手ですね、10連覇の後として、はい、2連覇中の安井選手も、はい、サトラインに並んでます。はい、はい、国際的ね、地区のある、はい、登山競争ですけどね、はい、永遠をやって、はい、ありがとうございました。さあ、スタートしました。いよいよですよ。はい、総勢ですね、2000人を超える選手が山頂コーススタートしました。はい、ロードは全部で11キロ、そして山の区間は4キロ、合計15キロで標高差1480メートル駆け上る、はい、5合目打ち切りコースですけども、ハードなコースですけども、そうですね、はい、さあ、すごい、最初からすごいスピードです。五郎谷選手、そして上田瑠衣選手、そして山田裕貴選手ですね。はい、そして青木選手と東選手が、はい、さあ4番手で、いやー、すごいスピードですね。ないですね。そうですね、おそらくキロ3分とかそういうようなペースで登ってるんでしょうか。はい、あ、少し上田瑠衣選手が、はい、離され始めましたので、はい、それだけ五郎谷選手と山田選手のスピードがすごいということで、はい、東選手が食らいついています。このね、真正面にですね、富士山をですね、あの、望むストレートなんですけども、はい、ちょっと今日はやはり、あの、ガスってますね、はい、見えないという状況。まあ、そして、はい、5番手には、はい、スイスが来ました。あの、エリート選手です、マーディス選手、マーディス選手ですね、はい、強いですよ。はい、はい、そして、まあ、どん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 たくさんの選手がですね、もうエリート選手だらけです。はい、そうですね、はい、頑張っております。はい、はい、空に向かって駆け上がれ、スカイランナーたち。いやー、でも2人のトップの2人がですね、早いからもう皆さんも最初から必死な表情でね、はい、食らいついています。さあ、そして女子ですけども、はい、立石優子選手が、はい、トップですね。はい、おそらく吉住選手をかなり意識しているんだと思いますよ。そうですね、やっぱりもう先行逃げ切りで、はい、もうね、今日は短い勝負なの で、ね、はい、それを狙ってるんじゃないかなっていう、もう攻めの走りをですね、見せてますね。はい、はい、立石優子選手、さあ、どうでしょうか。そして第2位に吉住ゆり選手、はい、少しなんか笑顔な、余裕なんでしょうかね。いやー、でも走り見てください、このキレキレですね。はい、今年は本当バーってのね、世界シリーズ戦でも戦ってる吉住選手です。そして広瀬光子選手が第3位で通過しまして、はい、そして4番手には大場智子選手ですね。はい、はい、ね、女子はやはりあの男子の、ね、がたくさん周りにいるんで、はい、ペースメーカーをいかに見つけるかというのもありますからね。はい、大事ですね。あ、長坂選手ですねが第5番手、はい、そしてね、このカナドリーをくぐって、はい、さあ、いよいよ富士山に入るかっていうような気持ちにシャキンとこう、はい、選手たちはなるわけです。はい、あ、これは今日は顔を出してくれなかった、ちょっと残念ですけども、まあこういう日もある、はい、さあ、そして、はい、ロード10キロ終わってからの馬返しです。馬返しに来ました。いやー、山選手がちょっと一人で独走態勢ですか、はい、43分台で馬返しってすごい速いですね。そして、あ、30秒遅れで五郎谷選手ですね、はい、まだ分かりませんね、これから山の区間なのでね、はい、はい、いや、チャンピオンですからね、いや、あの、登り高強いです。お、そして、マーティス選手が、マーティス選手やはり強いですね、はい、スイスマシーン、はい、淡々と登っております。そして、あ、上田瑠衣選手、はい、ちょっと遠征で疲れもあるということですけど、はい、これからね、得意な山の区間ですけどね、はい、さあ、どれだけ追い詰めることができるか、前に見えますからね。さあ、そして牛田美希選手、そしてすぐ後ろに加藤選手、そして佐藤選手と、はい、続いてます、ね、あんまりタイム差がないので、ちょっとこれ最後まで分かりませんよ、はい、ここからですからね。さあ、皆さんすごいです。そして、あ、江本選手ですね、はい、はい、で、三浦雄一選手ね、ウルトラが得意ですけども、やっぱこういうスピードもある、はい、ますね。そして青木選手とね、もう富士登山競争ではもう知ってるね、名前がたくさん、あの、上がってますけどね。さあ、吉住優里選手が、そして、はい、やはり
女子トップで来ました。あ、そして約3分遅れて立石選手で、ちょっと吉住選手が独走体制、ね、ましたね。さあ、そして吉住選手がいますね。はい、2位争いはちょっとまだ分かりませんね、はい、タイムにした僅差ですね、はい、はい。さあ、そして長坂選手が、はい、ここで4位に来ました。ちょっと離れてるかな、2分ほど。そうですね、3位の選手と離れていて、そして荻原選手が、ここで5番に上がってきました。荻原選手もやっぱり実力者ですからね。そうですね。で、木下選手が来まして、星野ゆかり選手ね、もう、多分今日かなり思いをかけてると思うんですけど、ね、ウルトラレースでね。さあ、そして野本選手、そして平田選手と三浦選手がこうトップ10という。はい。さあ、そしてもう2号目、号目ですね、山田選手が、はい、もう軽々とですね。はい。さあ、それを追いかける五郎谷選手、前は見えるかな、ちょっと見えないかもしれません。そして上田瑠偉選手が上がってきました。はい、そしてマディ選手ですね、はい、上田瑠偉選手ちょっとあのブーストかけ始めましたかね。あ、はい、ここにスイッチが入ったかもしれないですね。そうですね、もうここでもうスイッチを入れていかないと、はい、もう短縮コースですから ね、 うね、もうここでもうラストスパートぐらいの勢いで出していかないと、はい、ちょっと上位は厳しいかなというところだと思います。はい、さあ、そして吉住慎選手が、まあ、多分おそらく独走で3分ぐらい差をつけてますかね。さあ、女子も次々と、ね、はい、通過します。そうですね。さあ、そして3号目ですね。はい、まあ、標高もね 1840m ということで、うん、まあ、2000m 近くなってきて低酸素 の、ね、はい、の場所になってくるんで、はい、結構呼吸が大事になってくる、はい、きます。そして傾斜もですね、この3号目ぐらいからだんだんとかやはりきつくなってくるので、はい、5号目の下でもですね、ちょっと山力が試されるかで、あ、やっぱり上田瑠偉選手が上がってきました。ちょっとギアチェンジしましたね。そうですね、はい、動きが変わりましたね。ただ今山田選手はまだ姿が見えない状況なの で、はい、真剣な、こんな真剣な表情の上田瑠偉選手を日本で見るのは久しぶりだ。 なかなかないですね、はい。さあ、そしてすぐ後ろに見えてますね、これは五郎谷選手ですね。はい、はい、第3位です。ちょっとかわされたけれど もうチャンピオンの意地ですね。見えますね、前がね、同世代同士のライバル同士でもありますからね。上田瑠偉選手を、まあ、追いかけてっていう形になります。はい、絶景1番。さあ、そして4番手にマリス選手、淡々とですね、本当に落ち着いた、まあ、走るというか登り方をしてます ね。はい。さあ、そして吉田選手ですね。やはり吉田選手は実力がありますね。はい、安定の吉田ですからね、この世界ではね。はい、そして江本選手、先ほど8位だったんですけど、ここで順位を上げて6番まで順位を上げてきました。はい、やはりもう経験者ですからね、江本選手。長年のミッド残響者の経験者ですよね。はい、そして佐藤選手と佐藤選手が続くという感じですね。はい、選手、頑張れ。では青木選手ですね、ちょっと辛そうな表情だけども、はい、前をかけています。さあ、そしてアルガルトですね、ステップを見てください。アルガルトいいですね、本当にね、一歩一歩がね、はい、ランニングスタイルで、ね、はい。そして立石選手はパワーハイクですね、はい、はい。まあ、周りの男性の選手たちも結構歩くですね、角が上がってきましたね。はい、荻原選手もですね、ハイクしてますけど、はい、やはり吉住選手の軽さがちょっとやっぱりここで目立ちますね、はい、はい、なってきますね。体の強さの、そうですね、やはりバーティカルでね、鍛えてる、はい、おー、上田美選手も応援に、はい。さあ、そして4号目です。もうね、標高 2000m 超えて、5号目すぐ手前ですから、もうね、最後っていう。さあ、この2人の争いですけど、タイム差がだいぶちょっと詰まってきたか。見えるんでしょうか、前が。まだまだちょっと厳しい表情で、本当真剣な、表情で。そして、五郎谷選手もかなりですね、追い込んでますね。はい、この五郎ちゃん走りっていうふうに言われてますので、はい。手をね、独特の腕の振り方でね、はい、いや、でも早いですね、はい、歩くことなく走ってます。4位でまた、そうですね、はい、タイム差はそんなにないような状況だと思いますね、男子はね、はい。さあ、淡々と登っておりますけども、ここで、おっと、江本選手が順位を上げてきました。牛田選手をかわして、ただ牛田選手もやはりちょっとここでは負けられない。そうですね、譲らないという思いがありますね。そうですね、牛田選手もね、日本代表経験者ですからね、はい、世界ランニングの強豪の一人です。
はい、吉住選手、はい、ここでは、まあ、早歩くそうですね、やはりこう階段がですね一つ一つですね、はい、大きいので、吉住選手みたいにね、あのちょっと身長が小さい方にはですね、あのやはりこう歩いた方が早いようなシーンもあるんで、そこをうまく切り替えをね、はい、うまく使ってますね、はい、そして立石選手ですね、大きい立石選手はやはり身長スラッとね、あの大きいので大きなスタライドですね登ってますね、はい、はい、一歩一歩が男子顔負けですね。で、荻原選手はやはりもう経験が豊富な、ね、選手ですので、多分ペース配分はもうバッチリ掴んでると思いますね、はいはい、落ち着いたペースですね、はい、もうこれちょっと気になったところなんですね、岩場もあったりですね、はい、土や石や岩場やっていう、ね、変化に富んだあのサーフェイスですね、はい、ここはやはりランニングやウォーキングをこう織り交ぜた形のはい、こちらゴール、さあそしてゴール手前ですけども、はい、五郎谷選手、ただですね、どうやら1位、2位の選手をちょっと取り忘れたということで、あ、そうなんですね、五郎谷選手が今3位という、はい、状況だという、はい、情報です、はい、ちょっとトップがどっちか気になりますけどもね、そうですね、マジス選手が第4位、ね、はい、淡々と、駆け上っております、はい、もう本当にすぐ少しでゴールですからね、ラストスパートっていうところだと思います ね、大きなストライドに登っております、はい、はい、いや賑やかですね、声援がね、応援の方多いですね、そして江本選手と、そして牛田選手の争いですが、ちょっと牛田選手が離されたか、はい、5位、6位、はい、もうさあラストスタートですね、女子1位、そして吉住選手が、はい、淡々と、これはもう後ろがない、もうぶっちぎりですかね、はい、ちょっと優勝確信したようなラストスパートでしょうか、はい、軽々とした、駆け上りです、はい、立石選手、はい、ちょっと辛そうな表情ですが、はい、そうですね、最後まで初参加ですからね、初参加でね、はい、そうですね、第2位で、はい、もうゴールしていただきました、さあ、いよいよゴールですけど、どっちがこの優勝のテープを切るでしょうか、誰の手に、さあ姿が見えました、これは山田裕貴選手、はい、はい、いやーガッツポーズ、これ優勝確信して軽々と最後までスピード落とさず山田裕貴ゴール、おめでとう、やはり強かった、強かったですね、そして第2位の選手、はい、そうですね、あ、上田瑠衣選手ですね、はい、結局ちょっと山田選手とは、はい、あの追いつくことができず、姿を捉えることができずというレースだったんですかね、はい、悔しいでしょうね、はい、スピードの山田、強さの上田ですけど、今日はスピードの山田が勝ったということでしょうか、はい、上田選手もでも第2位で素晴らしいです、立派なタイムだと思います、おめでとう、さあそして第3位は、あ、五郎谷選手が五郎ちゃん走りできました、はい、さあ最後、いや五郎谷選手もうね順位は決まってるけども、もうやっぱタイムとのね出し切りますからね、はい、もう富士山と自分のもう戦いだということで出し切ってゴール、はい、第3位です、いや、やっぱり3番に入ってくるとすごいですね、はい、そしてあマジス選手も淡々とね、はい、はい、第4位で、いやスミスよね、人たちやっぱ強いでしょうね、はい、強いですね、そしてあ第5位争いはどうやら江本選手がガッツポーズでゴール、いやでも吉田選手もよく頑張りました、素晴らしい、そして女子は吉住選手が3連覇、素晴らしいですね、3連覇おめでとう、達成しました、いやズニースマイル出ました、素晴らしい、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いやもう山頂行きたかったんですけど、もうそれは仕方ないので、もうここもめっちゃ分かって、もうアップからちょっとやり直して、もうやっぱりロードが落とさないといけないから、もう最初からもうあの山に入ってからスタートと思ってたんですけど、もうロードから全力で行きました、さあそして第2位は、はい、立石選手、選手、はい、やはりね、実力ありますね、はい、初出場で第2位でゴールです、はい、ゴールです、ね、さあそして、第3位です、荻原選手がやはり経験者、強いです ね、強いですね、はい、安定した、はい、駆け上りでゴールとなりました、いやそれしてもね、本当山頂にぎやかでですね、そうですね、
もう男子に負けても女子の選手もわーっとね、はい、ゴールしていてという状況です。はい、このようなね、トップ5のリザルトになります。いやー、第72回出産競争、ちょっと山頂コースにね、あの山頂まで行けなかったら残念でしたけれども、いや、少し熱い戦いが繰り広げられましたね。そうですね、ニュースター山田裕貴選手、そして3連覇の吉田美優選手ね、今年も素晴らしい ね、チャンピオンが生まれました。おめでとうございます。